さん、プレスの急先鋒の役割をよくされてましたけれども、はい、今の柏もちょっと林さん、ファーストタッチが外に出ましたね。シュート、らしいです。山田が打ちました。プレスサビオ、ミア跳ね返ったボール、後ろからシュート、山田さらに続いたシュート、まだあります。後ろからもう一度山田、グスタフソンを入れます。ボレーシュート、人生の一部がサッカーと。素晴らしいですね。さあカウンターです。柏は動きがうまい。白井から受け取った小山津です。立っていく小山津、小山津シュート。こう中というよりは柏の方はこう外前進は増えそうです。浮き玉でジエゴを使いました。ここにはボールすごく入りますよね。白井ミドルシュート、アデスサビオ、ちょっと浮いたところで受けてクロスです。ーーージエゴ来た、西川決めたかったですし、なんで入んないのっていう感じですよね。今のは小泉クロス、今度はチアゴサンタナ、ただそれも狙ってます。まさか回収した裏はグサソン、裏を取りに行きます。中島翔也ら、川口、島村、前を向くと怖さが出ます。島村、白井です。サビオに出る、深いところから乗り返しシュート、いや、うまい。ここもね、まあ、もちろんこの木下のボレーの技術ですよね。バウンドに対してよく合わせました。で、浦和の方ですよね、ここにやっぱ戻ってこれないんですよね。ここはね、伊藤が戻ってきたいですよね、はい。中島、グスタフソン、さあ中島、中島翔也だ、千原です。ここも出どころしっかりいく柏、ラストホイッスル、勝ったのは柏レイソル。